エリック・ディッカーソンはテキサス州シーリー出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはランニングバック。NFL のシーズンラッシング記録2105ヤードを保持している。彼は祖母のテキサス州内に留まってほしいとの願いを受けて、テキサス農工大学、オクラホマ大学、南カリフォルニア大学、南メソジスト大学の中から、 南メソジスト大学への進学を決定した。祖母は同大学のコーチ、ロンメイヤーを好んでいた。彼が大学4年の時に運転していたポンティアック、トランザムについては、リクルーティング違反ではないかという騒動も起きた。大学入学後当初、クレイグ・ジェームズ及びもう一人の選手とプレイタイムを分け合っていたがその選手が負傷し、リッカーソンはジェームズと併用されることとなった。 彼らに率いられた攻撃はポニーエクスプレスと呼ばれた。リッカーソンは4年間で790回のキャリーで4450ヤードを走ったがこれは R ・キャンベルが作ったサウスウェストカンファレンスの記録を更新するものであった。また彼が挙げた48回のタッチダウンはドークウォーカーが作った大学記録に並ぶものとなった。 4年時もジェームズと併用された彼はハイズマンショーの投票では3位に終わったものの1982年のオールアメリカンファーストチームに前年の1981年もオールアメリカンセカンドチームに選ばれた当初彼はユスフルのロサンゼルスエクスプレスへの入団も検討したが彼が入団したのは NFL のロサンゼルスラムズであった 彼は1983年の NFL ドラフト一巡目、全体2位で、ロサンゼルスラムズに指名されて入団した。彼は1年目から390回のランで1808ヤードを獲得、18ラッシングタッチダウンを挙げた。これらはすべて NFL の新人記録であった。彼はレシーブデモにタッチダウンを挙げて、プロボール、オールプロ、ルーキーオブザイヤーに選ばれた。 二年目の1984年、彼はこれまで、OJ シンプソンが持っていた、シーズンラッシング記録を100ヤード以上塗り替える2105ヤードを走った。このシーズンラン平均で5.6ヤードを走った。彼はチームをプレーオフに導いた。1985年、契約でチームともめた。彼は、最初の2試合を欠場したが1234ヤードを走った。 この年プロボール選出は逃したものの、ダラスカウボーイズとのプレーオフでは、プレーオフ新記録となる248ヤードを走った。この年よりラムズと彼の間では契約トラブルが続き、1987年に3試合出場した。ところで、インディアナポリスコルツのコーネリアスベネット、バッファロービルズのグレッグベルやドラフト指名権などの三角トレードでインディアナポリスコルツに移籍した。 コルツに移籍後9試合しか出場しなかったものの1011ヤードを走り、シーズン合計で1288ヤードを走った。彼の活躍などによりコルツはこの年1977年以来10シーズンぶりにプレーオフ出場を果たした。1988年、彼は1659ヤードを走り、コルツの選手としては1955年のアランアメチー。 以来となるリーディングラッシャーとなった。1989年にも1311ヤードを走り、シーズン中にキャリア91試合目で1万ヤードを突破する NFL 史上最速記録を作った。1989年までのプロ入りから7、シーズンすべてで彼は1000ヤード、ラッシャーとなる NFL 記録を作り、リーディングラッシャーにも4回輝いた。 しかしその後のコルツでの2年は、怪我や契約のトラブルなどにより十分な活躍を見せることができなかった。29歳となった、彼は NFL で最高級のランニングバックとなった。当時の年俸によれば、年俸140万ドルであった。1990年シーズン開幕前、彼とコルツの契約は、もつれ、チームは彼を、インアクティブリストに入れた。 これにより7試合に欠場することとなった、彼は60万ドルのサラリーを失った。復帰して6試合目のシンシナティベンガルズ戦で143ヤードを走った、彼はジム・ブラウンの記録を抜き、ウォルター・ペイトン、トニー・ドーセットに次いで通算ラン歴代3位となった。1991年も契約で揉めて、開幕から3試合欠場した、彼は、 怪我や加齢によりわずか536ヤード獲得に止まった。またチームは NFL ワーストの1勝15敗に終わった。1992年4月26日、彼はドラフト4巡、8巡指名権とのトレードでロサンゼルスレーダースに移籍した。この年、デンバーブロンコス戦、サンデーゴチャージャーズ戦で100ヤードを超えるランを見せた。 彼は百ヤード以上獲得した試合を通算六十四試合まで伸ばしたり、カンザスシティチーフスとのマンデーナイトフットボールで四十ヤードのラッシングタッチダウンを上げるなどチームのリーディングラッシャーとなった。十月十八日のシアトルシーホークス戦で通算ラン獲得ヤードを一万二千七百四十九ヤードとし、トニードーセットを抜いて、ウォルター・ペイトンの一万六千七百二十六ヤードに、 ついで、通算ラン獲得ヤードで NFL 歴代2位となった。翌1993年7月7日、彼はドラフト6巡指名権とのトレードでアトランタファルコンズに移籍した。彼は控え RB として起用された。9月27日のピッツバーグスティーラーズとのマンデーナイトが全米中継される試合での彼の最後の姿となった。 10月13日に彼は3年目のコーナーバック、ブルース・ピケンズと共にグリーンベイ・パッカーズのジョン・スティーブンスとトレードされた。トレードの1週間後、彼はファルコンズのヘッドコーチ、ゼリー・グランビルが若手を起用したがっているため自身が放出されたと語った。その翌日ファルコンズの首脳は、リッカーソンの述べたことは彼の勘違いであると発表した。彼は、 パッカーズのフィジカルチェックをクリアできず、歴代2位のラッシング記録を残し現役を引退した。11シーズンで彼は、当時歴代2位の13,259ヤードを走り、90タッチダウンランを上げた。また、レシーブ281回で2,137ヤードを獲得、6タッチダウンを上げている。プロポールには6回、オールプロにも5回選出された。 1999年にプロフットボール殿堂入りを果たしている。コルツに在籍した選手としては、ボルチモアからインディアナポリスに移転後初の殿堂入り選手となった。またこの年、スポーティングニュースが選ぶ100人の偉大なフットボール選手の38位にランクされている。2000年にはマンデーナイトフットボールの解説も務めた。2007年、彼は、 ロサンゼルスのテレビ局 KCBS で NFL の試合開始前、試合終了後に行われる番組の解説者を務めた。現在彼はロサンゼルスラムズ時代のチームメイト、リロイアーピンとスポーツメモラビアの会社を経営している。この会社は2006年に NFL のライセンスを受けてオーセンティックレプリカジャージなどを販売している。2012年ホイールグレンジャーや アルツハイマー病の末、亡くなったデビッド・ランスフォード、アーニー・スタウトナーの遺族らと NFL を脳浸透問題で訴えた。2014年、テレビドラマ、ハワイ5-0のシーズン5エピソード6に、ゲスト出演。ありがとうございます。